はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。NHK スクランブルデモ開催いたします。スクランブルとは言ってもですね、イコール解体のことであります。スクランブルにすると NHK は売り上げが半分以下になり、崩壊するであろう。っていう試算、っていうか推測がすでにありますんでね。NHK 内部によって、これ試算、されております。NHK がもしスクランブルしたら、うちとこの売り上げはどうなるんでしょうかみたいなことを、調査したんですね。多分アンケート調査とかやったんでしょうかね。スクランブル放送にしたら契約してくれる。なんと半分以上の人が、辞めると。NHK 民の辞めるわ。って答えてですね、NHK 会長が、その当時の会長が、顔青くなっちゃった、いうようなことありまして、NHK スクランブルイコール解体デモを開催いたします。11月23日祝日、新滑祭ですね。13時30分集合、場所神宮通り公園北側、前と同じ場所であります。渋谷区神宮前 6-22-8 と、携帯、スマホのナビなんかで来れると思います。まあまあこんな感じでですね。今日警視庁で手続き完了したので、正式に告知開始いたしました。あと10日、12日後ですね。あとは天気が心配ですね。今まで6回デモやってて、1回も雨降ってない。なんか奇跡的だなんて思っておりますけども、ご参加していただいてですね、やっぱテレビ新聞、どこも来てねー。どこもテレビのニュースに仕上がらねーという歴史の証人になってください。報道すべきを報道せずに、5人ぐらいの国葬反対集会は全国放送すると、そういう異常なですね、テレビ局の、リアルな体験者になってください。そしてそれをあちこちに書き込んでください。参加したけど、テレビどこも、放送しにがったわ、言ってください。よろしくお願いします。今日はですね、大正111年、11月11日だそうであります。11時11分11秒は、私、警視庁で、デモ申請中だったなーって、感じなんですけどもね。実は、昨日、病院行って、精密検査、肺がん、再発してねえか、みたいな。それで、まあ、採血と、CT スキャンと、あと骨神知試験。なんか放射性元素を、注射して2時間後に、レントゲンみたいなものを取るみたいな、やってきたんですけども、1日かかっちゃって、疲れちゃったなぁ。CT スキャンの前に造影剤を、注射、静脈注射するんですけど、熱くなりますからね。なんか体が熱くなったように感じる作用があるらしくてですね。確かにうなじが熱くなりました。私、手足は貧血で冷え切っておるんで、そっちの方まであったかくはなりませんでした。あと私、胃腸の影響を受けやすいんで、そういう薬ね。なんか打ち込まれた瞬間に、胃腸がちょっと下痢した時みたいに痛くなったんですけれども、まあまあすぐ収まりましたけれども、NHK 契約数が今年上半期、4月から9月、6ヶ月で19万8000件減少。まあそれでも母数が4000何百万契約ですから、まあビビたるもっちゃビビたるもんなんですけど、これNHK が想定していたのは半年で5万件減少という甘いスイーツな見積もりしてたんですけど、それの4倍減っちゃった、いうようなことがニュースになっておりました。バカと前科者が多くいた共謀凶悪の下請け集金人をやめ、正職員に切り替えた効果が適面であった。なんせバカで何にも死んねえもんですから、法律も死んねえもんですから、
人ん家の玄関ズガズガ入ってきたりなんかして、バカのなせる技、集金にバカじゃないとちょっとおっかなくてできねえな、みたいなことをやっておりまして、なんかね、勝手に門扉をガチャガチャ上げて入ってくるとか、そういうこともやっておりました。あとオートロックのマンションね、住民にぴったりくっつかってオートロック突破してみたり、そんな犯罪ですからそれ、そんなこともやってました。バカで法律全然知んねえ集金人横行、まあ革新犯の邪悪なやつもいたとは思うんですけれどもね。前田会長、変化の過渡期でしゃあない、評判の悪い下請けに戻す気はない、だそうであります。ネットの反応、低波でも構わんぞ、だってテレビいらんもん、紅白に新人 K-POP 出してダメよし。これなんか10月にデビューした何の実績もない、K-POP5 人組を紅白に出しちゃって、まあ今まで長年実績を積んできた日本人、歌手、日本人グループ、日本人バンドは頭こされちゃって、ポッドでを出しちゃって、紅白なんか見ねえからとてもいいんですけど、テレビ見てるとバカになるのは真実、スクランブルにすればいいじゃない、なくても全然困らん、他のサブスクに比べて高えんだよ、高いっすね。ネットフリックス990円、広告ありのバージョンだと790円月額、私が愛好している D アニメ、ドコモ系のアニメのサブスクは440円。つまり消費税抜くと400円。つかんね。D アニメとアマプラと YouTube で見切れませんよ。本当に。全然見切れません。受信料が高すぎる。あんたらの給料下げなよ。NHK のせいでテレビ自体が捨てられている。これもあると思いますよ。テレビカードは NHK 行くからやだっつってテレビ買わねえ。特に親元離れて一人暮らし始めた学生さんとかね。試験なんですけど、ツイッター上で多かった NHK の不満がですね、日本人からだけ徴収した受信料で、海外向け番組作って外国人にはタダで見せてる。不公平だっぺ。こんなことがまかり通ってるっていうのが、ツイッター上で多かった不満でありました。プサンの漁師は NHK 天気予報が命綱だそうであります。韓国にも気象庁に相当するところがあるんですけども、そこの予報全然当たんねえんだって、全く当たんねえんだって。したら漁師にとったら命に関わることですから、 NHK 天気予報見ちゃうよな。突然やめたら漁師さんたち混乱すんだろうな。漁師に限らず、天気に関係ある仕事、例えば建築現場の、生コンを打つ作業とかですね、天気関係あるね。何にも、影響あって混乱するんだろうな。竹島泥棒の敵国がどんなに困ってもそんなに知らねえですけどね。むしろね、敵国なんだから、NHK ただで見て依存すんのやめろ。何依存しちゃってんの敵国に。という話でね、前田会長、集金人問題是正を優先した。あまりにも評判が悪かった。その上で公平負担をお願いしたいとか言ってるみたいなんですけど、税金か狙ってんですかね、それともネット徴収狙ってんですかね。公平負担っつーならスクランブルで、いいじゃんか、スクランブルでまるで公平じゃんか、見たい見ない人は払わない、高いと思う人は払わない、見る人は払う。これでスッキリですよね。忙しくて週に1時間しか見れない人もでもですね、それでいいって納得して契約してんだったら、それでいいですよ。スクラムにしてくれれば、どんな嘘放送しても、外国の宣伝しても、紅白出演者をオール外国人にしても、全然構いません。契約しないだけですから。契約者が離れるだけですから全然構いません。スクランブルすれば NHK の問題大体あらかた片付くんですけどね。契約しないって、言いましたけど、私20年近くテレビなかったわ。そういえば持って願った、契約したくてもできねえわ、という話でね。NHK 番組
ネトフリで CM 付き配信され、基準違反の恐れだそうであります。NHK が映像をネトフリに売却、ネトフリがそれに広告つけて配信、それが放送法の規定に引っかかるみたいでですね、ネットの反応です。詳しい説明受けずに提携してんのか。これは前田会長がそこ突っ込まれて、ちょっと詳しいことがわかんないって言っちゃったみたいでね。なんで詳しい説明聞かずに、ネトフリに配信許可出したの？これはダメだろ。そんな常識もないのか。これは NHK 解体だな。これは、なんかやるたびに NHK 解体だなって言ってればいいのかな。受信料制度なのに NHK オンデマンドってのもおかしいよね。さらに金取るってのがさ、自己負担0円で作って売るんだから丸儲けだよな。子会社山のように作って原資は取り立てた受信料、子会社だから政府とか法の抜け道使ってんだよな。広告配信やりたいなら受信料やめろよ。そうだよ。スポンサーつけて他のね、CM 流しながらやって受信料やめろって話。つまり民営化、NHK は金のためなら何でもやる組織です。日本人から受信料で作った映像をネトフリに売っ払って金儲けた。これ以外にですね、これ以外にも子会社に大河ドラマやドキュメンタリー番組の無償需要とし、それを DVD 販売して金儲け、それらの映像の版権って受信料払った我々にあるんじゃないのか。著作権っていうか、それの使用する権利っていうか、版権っていうか、それって原資、映像を作る制作費出した、受信料出した我々にあるんじゃないのか、という疑問をですね、ずーっと叩かれても叩かれても、前々から言われてんのに、絶対やめない。しらばっくれて改めないっていう NHK の罪であります。他にもいろいろね、公共放送って自称し、公ぶってんのに、なんで公務員とかけ離れた額の給料もらってんだとか、紅白にタレントを出してもらいたい事務所から、いくら賄賂もらっても公務員じゃないから法で裁けないとか、まあ、公務員だったら、これ公権力を、賄賂でどうにかしたってことで、収賄ってことなんですけど、民間、だから公務員じゃないから。んでね、公共放送ですっつって、いざというときは公ぶるんでしょう。で、罪に問われそうなときは、いやいや、うじは民間ですから、いいとこ取りのコウモリ野郎が NHK ですね。潰せ潰せ、こんなとこ、スクランブル。というわけで11月23日、デモに来てくださいね。よろしくお願いします。11月10日、参院外交防衛委員会で共産党山添拓、選挙違反の常習犯か。トマホークは、攻撃用兵器か否かと質問し、防衛政策局次長、回答は困難、射程は 1600km と回答いたしました。ネットの反応です。テロ組織に言えるかそんなの。共産党のことですね。共産党はむしろ撃たれる側だろ、トマホークを。ミサイル撃ってくる北朝鮮と中国にはだんまり、連中の子分だしな、中国と北朝鮮の古文だしな。兵器は攻撃用に決まってんだろ、バカですか。無意味な質問すんな。攻撃用だったとしてもそれに何か問題が。このバカみたいな質問をするバカにどんなバカどもが投票してんだか。反撃兵器ですが何か、対共産党用攻撃兵器にしよう。攻撃は最大の防御だから防御兵器です。なるほどなるほど。防衛省が買うものは全て防衛用ですけどっていうですね、兵器に攻撃用も防衛用もないっしょ。全部攻撃に使うんだから、攻撃するものを兵器って呼ぶんだからさ、何言ってんだろうね、バカの山添は。それにですね、敵基地能力獲得のために新しく導入するんだからさ、敵基地攻撃能力獲得のために導入するトマホーク、攻撃兵器に決まってんだろ。強いて言えば反撃兵器ですか。山添は楽でいいな。こんなバカな質問でも支持者は喜んでくれんでしょ、どうせ。論より大声嫌がらせ、最後は暴力でいいんだもんね、共産党はね。楽でいいね。バカな質問するバカ山添に投与する、これまたバカな、バカパヨどもっつう構図ですかね。左翼どもって本当に元祖で本家のソ連が崩壊しても
共産主義は実現可能って信じてるものすごいバカどもなんですけど、元祖で本家のソ連が倒れた時にね、あ、共産主義って無理なんだやっぱりって気がつかねえですよ。なんでなの？無理っしょ。元祖で本家で一番強大だったソ連がダメだったんだから誰にも実現なんかできねえよっていうことを気がつかないぐらいのバカどもが、あの日本共産党支持者ですね。どういうわけかね、あの自分らは他より賢くて愚民を導かなくてはいけない存在って誤解してんだよね、バカのくせにね。だからバカって言うのかもしれないですけど、中核派本部はですね、前進者ですし、これはあの愚民を導くために前に出なければいけないんだって大笑いですよね。なのであのバカパヨはバカ呼ばわりしてあげて真実を教えてあげないと、あんたらバカなんですよって、真実を教えてあげないと誤解してっから、あいつら自分は賢いって、まあそこら辺があのバカって言うんですけどね。日テレスッキリ打ち切り決定でスッキリ、なんか17年間続いたそうで、そんなに続いてたのか、まあそのぐらいの間はテレビ持ってねえから全然気がつきませんでした。当初 89% あった視聴率が 5% 台に低迷し、スポンサーがつかないためだそうであります。言いたい放題印象操作できるワイドショーが一番害悪だなって思うんで、これは朗報、どんどんなくなれワイドショー。ニュースだとね、あのすっごい嘘はなかなかつきにくいですけど、ワイドショーだとですね、ババーンって音楽入れたり、なんか暗い映像を作ったりなんかしていくらでも印象操作できますもんね。で、あのそこ叩かれると、いやこれ報道番組でないんでって逃げる。ワイドショーが一番害毒だと思いますよ私。というわけで11月23日 NHK スクランブルでもIN渋谷、皆様のご参集よろしくお願いいたします。メール党員さんも大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。